はい、今日はねちょっと明るいうちからねマズメ狙いでアジ来てます。相変わらずフロートのねアジですよ。フロート、まあちょっとねマズメだけ狙ってもう暗なって落ち着いたら帰ります。まあぶっ飛びロッカー、ほんで 0.3g のジグヘッドにアジキャロスワンプですね、これつけてます。まあ、今日はね平日なんで人も少なく快適ですね。よう出るよ糸が。やばいって。え、何やろ。サバな気がするけど。いやえらいでかいけど。え、マジアジ？サバゲ？わからん。いや、サバ臭い。あ、最後のバタバタバタはあれサバ臭いね。でかサバやね。うん、だね。よいしょ。ファーストランやばかった。やばかったね。それえいっつって、あの、ちょっと浮かしてくれたら。なるほど。えいって、すくう。うん。せーの、はい、えいえい、いいじゃん。これがアベレージやで、今のシャックやな、これこれもシャックあるかな、これシャックやねなあ、シャックやねぐらいあるね、シャック、うわぁ皮一枚よ、そうだから渋いよだいぶね、ほんうわ最高やな、最高2発、うわこれこれ見てくださいよ、これわかるね、わかるな、うん、いいねいいね、いありがとう、よっしゃうん、でかそうっすか、わからん、いや、え、まだ重たい、左にめっちゃ流れそうから、ね、頑張ってこっちまで持ってきて、お、見えた、見えた、え、でかい、でかいんちゃう、え、え、マジ、あー、待ってよ、よいしょ、やったサイズダウンや、でもめっちゃええやつやん、はい、同行のおじさんがサバ釣りましたね、いいサバです、いいサバ、じゃあこいつはね、ちょっと締めて血抜きたいと思います。ちょっとね、同行のおじさんにはサバが立て続けに当たってるんですけど、私何もない、今のところ何回か当たったけど、かからない、テンションがかかる最低限のスピードで巻いてくる、それで釣ってるみたいなんで、私もそうします。本当にもぞっとした微妙なあたりなんで、かからないね、まあ、しっかり1匹取りたいところですね。ちょっと風もね少し出てきたのかな、あー食うたる、あーラスト一投でオーケー、やつですね、うん、はい、かかったんですけどね、おそらくねサバさんですだよね、もう見えてん、違うぞ、よいしょ、抜く、アジだ、え、おありがとう、やった、アジや、帰り際のアジラスイチ、あのずっとね、底の方を流すだけ、あ、そやろ、うん、もうなんか巻くとかじゃなくて、もうテンション張る、もうテンション張るだけ、やった、ありがとう、アクション入れたらあかんっていう、うん、うわもう上顎、あーよかった、ありがとう、ありがとう、あーよかった、アジ釣れました、よかった、ちょっと計測はまた家でやります、でもこれ尺ないな、多分でも20後半はあれや、後半27、8ってとこやね、サバ、うん、かと思って抜き上げたらまさかのいい、うん、色ちゃうかったもん、ライト照らして赤
いのが見えたら大体アジやね、赤くなる。うん、あいつな写真撮る時もね、うん、はい、ということでね、なんかアジ釣れました。やった、こんな感じです。これも美味しくね、さっきのサバたちとね一緒にディナーにしようと思います。あと1回やろうかな。味締めんねん。味締めるやつ、うん、味締めた後に味締めんねん。よっしゃ、サンキューサンキュー、よいしょ。はい、さっき釣ったんはちょっとね茶色系のクリアラメ、オキアミカラーですね。なんか塩もいい感じにね、乗せれるというか、今とりあえず最初沈めておいて的な、結構手前の方、うん、レンジは低いけどめっちゃ手前みたいな、ジグタンでもいける距離やったかな。ほんまにさっきのは吸い込むようないい感じの、うん、当たりが良かったね。あー、くそー、当たった。おるな。うん、ちょっと今当たったけどかもね、そういうことかもね。ということで、本日は同行者のおじさんが釣ったサバ2匹、それから私さっき釣ったアジ1匹ですね。まあ、このアジも尺はないんですけれども、まあまあいいサイズのアジですね。さあ、何センチあるんだい君は。だいたいこれぐらいかな。で、こんなもんとして、あれ30あんじゃん、この尻尾の先っぽ。はい、ちょうどですか、ちょうど30ぐらい、ちょうど尺アジっていう感じですね。いや、尺はあると思わんかったということで、尺アジが釣れました。サバはね35ぐらいあります、多分ね。アジの地合いはとりあえずサバの猛攻が一段落してからっていうところで、今日はね当たりがねその後何回かあったんですけど、まあ、結局取れたのは1匹だけです。これからの季節もね、またフロートのアジング頑張っていきます。じゃあね。